基本的にあの遊興省のチャンネルは、うん、あのそういうお寺に集めるの目的としてないんですよ、うん、で要は私があの個人的に発信したい部分を発信するんで、結局人から言われたりとか、はいはい、ね、えそれだとちょっと自分もなんかテンションが上がらないし、言いたいことを言うっていうのはすごく大切なことじゃないかなと思いますけどね。それはあると思います、ええ、だから初めまして、ゆきおす様、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそ、遠いところ、どうもありがとうございます。わざわざ時間作っていただきまして、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、なんか本当に遠いところから、いえ、とんでもないです。わざわざ、うちなんかへ来ていただいて、いえいえ、申し訳ないです。ありがとうございます。それでは、いろいろお話をお伺いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。どういう思いというか、はい、でその発信されてるんですか。なぜってそこに YouTube があるか。あ、なるほど。深いな。まあそれは冗談ですけど、あの最初発信してたのはそういう別にそんなに深い意味はないんですよ、うん、まあ、コロナになってから檀家さんとか交流もなくなってっていうか、うん、法事とかも少なくなってきたんで、うん、その時にたまたまあの、オンラインの法事ですかね、うん、をやろうと思ったんですよ、はい、でオンラインの法事やろうと思って中古のパソコン買ってきて、Zoom、でそれをしようと思ったら、うん、Zoom に撮影機能がついてるんで、うん、じゃあこれ撮影して YouTube とか動画アップできるんじゃないかって考えたのが最初なんですよ。もともとはブログでいろいろと、まあ、うん、自分の言いたいことというか思ったことを発信してたんで、うん、YouTube でもやってみようかな、うん、ということですね。 YouTube を発信する前と配信した後で何か変わったことってありましたか、はいはい、県外の方から連絡いただいたりとか、あと来られたり、そういう方がいらっしゃいますね。だから YouTube やって何が一番良かったかっていうと、うん、私自身が勉強になったっていうことですかね。コメントをいただくっていうのも結構、うん、で私の知らないことを書いて来られる方もいらっしゃいますし、こういう見方もあるんだとか、勉強させていただいた気がします、うん、確かにそうですね、はい、結構あれですよね、はい、まめにコメントっていうか他のチャンネルとかにもされてますし、はいはい、私のところも遊興省様からコメントいただくんですけど、はい、おそらく遊興省さんだけなんですよね、はい、あれだけまめにコメントしていただける方ってうちのチャンネルでは少ないんですけども、弁門さんのチャンネルにしてるのは一応応援の意味でありがとうございますけど、ありがとうございます。他のところは実は別の意図があったんです。もともとチャンネルが小さいうちは、そういう仏教系のチャンネルの人のところにコメントを入れておくと、そうするとそれを見てうちのチャンネルへ来る人がいる。なるほど。いわゆる広告目的、半分広告目的。なるほど。コメントしてたんです。そういうんで、はい、なるほど、それは分からなかったですね、はい、いやでもコメントが非常に私ためになるというか、本当にいいところをついていただけるんで、なるほどなっていうね、気づかされる点が非常に多くてですね。ああ、そう言っていただけるとありがたいです。いや本当にそれこそ遊興省さんのところに
行きたいっていうか話をしたいっていうのを思ったのが一番最初ですからね、私。いやうちのお寺は大したことないです。いや。基本的にあの遊興省のチャンネルは、うん、あのそういうお寺に集めるの目的としてないんですよ、うん、で要は私があの個人的に発信したい部分を発信するんで、それはあのお寺とか宗派とかそういうのにこだわらずに、うん、自分が話したいことを話すという、いやでもそれはやっぱりね私も本当にそう思います。結局人から言われたりとか、はいはい、ね、えそれだとちょっと自分もなんかテンションが上がらないし、言いたいことを言うっていうのはすごく大切なことじゃないかなと思いますけどね。それはあると思います、だからあの例えば一人のためになるというような、うん、まあ、動画も作ってるんですけど、うん、そういう動画じゃなくて自分の発信したいことをするというのがやっぱ基本かもしれませんね。そうですよね。あとあの遊興省の方では質問に答える形で、動画を作ったりしてますんで、だから意外にあのコメントをいただいたことに関して、うん、あのまあ、お答えするとか、まあ、感じたのとか、そういうのを作ってます。ですのでそのみんなに聞いてほしいからっていうような思いよりも、そっちの方が大きいですね、需要に応えるというよりは自身が大事だと思うことを発信する、はい、そうですね、はい。だからこういうの話してくださいとか言われるんですけど、うん、私に知識がないのは喋れないですし、で興味持てないとちょっと話せないですね。まあ確かにそうですよね、結構あの何でも知ってると思われるのか知らないですけど、いや何でも知ってるように何でも知ってるように見えますよ。なんかあの、ね、これ絶対他の人無理でしょみたいなこれやってくださいとか言って言われるんですけど、無理です。例えばどんなことありましたか。孔雀明王の第10を解説してくださいって、それ需要ないしもともと孔雀明王拝んでないから無理あ、そういうのありますよね、始めようと思ったきっかけは、はい、井上裕介さんに口説かれて、はい、でも小屋さんに向かう車の中で1時間ぐらい、はい、YouTube やった方がいいですよって、いいですよってこうなんか音楽聴かされながら、はい、なんか洗脳されてったいやでもそれもあるし、はい、あとはあの井上さんが当時自由株式会社を始めてまだ間もない頃だったわけですよ、はい、で、まあ、昔からも知ってるし、はい、なんとなくその自分のとこでも発信をするんだったら、はい、もう任せたい、彼に任せたいって形があって、はい、それであのじゃあうちもやるから手伝ってっていうところからやっぱり入ってったんですよ。あ、うん、だからそれがまあちょうどコロナ禍になったタイミングでもあって、はい、だから一緒で遊興省さんと一緒で、あのオンラインの今までの YouTube 動画っていうのは、はい、法事やったりとか行事をやったりっていうのは少しずつは配信してましたけど、はいはい、でもこんなに本格的に自分が前に出て、はいはい、あの喋ろうなんて全く思ってなかったですよ私は、はい、やはり YouTube やってよかったなっていうふうに思うのは、あのお寺にあの人が来てくれるということですよね。それがお寺の広告みたいな役割も果たしてくれて、境内の墓地を来てすぐもう契約する方もいれば、あとは永代供養とかっていうのをお願いする方もいれば、私に拝んでもらいたいっていう方もいるんで、すごく、まあ、宣伝効果っていうのはあったかなと思ってます、はい、始めてよかったなって。あ、はい、まあ、お寺がメインだったんですけど、はい、最近はもう個人がメインになっちゃってるところがあるんで、はい、すごく良かったと思ってます、うん、ただやっぱり私も一緒で、なんていうんだろう、すごくマニアックなことを聞かれたりとか、はい、あの、あとはお坊さんになるためにはどうしたらいいか、はい、自分もお坊さんになりたいから弟子にしてくださいとか、そういう方が実際いらっしゃるっていうのがあって、それはだから難しいというか、なかなかその辺を説明してもすごくそのまあ、親しみやすい反面、あのお坊さんに対するハードルもちょっと低くなって、
まあ、自分もああなれるんじゃないかなっていう方が実際増えてきたっていうのはありますよね。どのように対処されるんですか？私はですね、はい、基本的にはアンチコメントに対してもちゃんと答えるようにして、でなんかそこで遺恨を残したりとか炎上しないように、まあ、やんわりとコメントを残すようにしとかないと、今ちょっとね後ろから刺されても嫌なんでそうね、うちはそこまでね視聴者が少ないとはいえ、やっぱりちょっと遺恨を残すようなことは避けたいなっていう気持ちが今のところあります。基本的にはアンチでも、ね、何でも全部必ず返すようにして、うん、で対応はするように、ね、してます。そうですね、アンチって、私は基本的にアンチコメントでもその人に対してというよりも視聴者に対したのを意識して返事してます。うん、で昔は私はそれ結構やり合ってたんですよ。やり合ってたんですか？昔はブログとか SNS ではめちゃくちゃもう叩き合いみたいなのをやってた。そうなんですか？ええ、ひどいのになるとコメント70とかね半端ないでしょ相手もそうですけど。あ、そうなんですか。だからそれやってても結局相手納得しないんで、ただその人のコメントに対してどう思ってるかっていうのと、私の批判するんだったら批判もいいんですけど、きちっと私も基本的に全部答えてます。だからアンチコメントも含めてうちのチャンネルですね。だから私はですね、やっぱりその毎日ブログ今、はい、Facebook で上げてるんですけど、はい、やっぱりそれも同じようなやっぱりアンチコメントも結構来るんですよ、はいはい、でそれも一応は基本的には返信するんですよ、はい、その発信に対して、はい、だけど何て言うんだろうな、つまらないコメントとかってやっぱりあるわけですよ、はい、どうしたって、はい、だからそういうのに対しては、はい、もうさらっと残すように、はい、ありがとうございますっていう、はい、その程度にしとかないと、もう延々なんかそれが炎上じゃないですけど、はい、そうなってもややこしいんでっていうのはありますよね、はい。どうですか？いや期待っていうふうに言えるかどうかわかんないですけど、私のチャンネルって今1ヶ月にですね、だいたい4500時間ぐらい、うん、再生されてるんですよ。4500時間って言ったら、結局100人集めて1時間の講演を45回やってるような感じですから、うんうんうん、現実にはそんなのできないですよね、だから実は私ぐらいの YouTuber って結構いらっしゃいますんで、コロナ前に比べるとものすごくこう仏教の情報というか、まあそういう視聴してる方が多いと思うんですよ。だからそしたらそんな数の方が YouTube 今やってる人も当然あれですけど、やってない人もそれは考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。考えた方がいいっていうのはやり始めた方がいいってことですか？まあやるかどうかは別として、そういう発信してる人の見てる人がいるっていうのを、うん、意識して、まあ、お寺運営の時に、結局今までだったら、そういう情報が入ってなかったら、いい加減なことを言うても、結局相手は分かんないわけじゃないですか。ところが今だったらそういう情報を持ってて質問してくるかもしれないんで、だから坊さんも勉強しなきゃいけないかなっていう気はしますね。そうですよね。だから結局ね、仏教系の YouTube 見る方って、はいはい、他のチャンネルも見て、はい、いろんなところから情報、同じような情報を仕入れて、はい、納得してとかっていうのもありますし、はいはい、それは確かに私もそう思います、はい、だから私も YouTube って、はい、自分がそうだったんですけど、やり始めるまでがすごくハードルが高かった、はい、自分が喋れるかっていうことももちろんあったんですけど、はい、でもやり始めてみたら、はい、意外とそうでもないな、発信すればいいんだなっていうことに気づいていったんで、もっとだから、はい、まあ、全ての人が YouTube やれとは言わないですけど、はい、でもそういう環境のもとにあるっていうことを他の方が認識をして、はい、まあ、仏教界全体をこう底上げするというか、はい、そういう効果になりうる、まあ、これもツールなのかなというのは
思いますよね。そうですね、はい。その目的があるっていうより、面白いからやってる。ああ、なるほど。はい、単純に。でもそれは結構大切なことですよね。場合は自利ですから、ね、自分のために一生懸命向かって、その功徳を振り向けてあげる。私の考えは、はい、自利と利他に関して、はい、人のためにすることがやがて自分に戻ってくる。はいはい、自利と利他は同じっていうか、